で、その、結局これのあれがなんか全然たまらないね、タイルのやつ。何の音？あ、ブラシで磨いてんのか。撫でてます。なんだっけ？あの音あれかな？溜まったかな？ちょっと待ってね。だからタイルの、放熱タイルどこだっけ？放熱、熱交換の、いや、全然足んねえな。どうすんだろう、氷。これか。まずスキル。スキルは、エイダスさん。エイダスさんは、芸術発散がいるので、まあまあ、これですね。と、設計図。おー、卵か。だから、大量に増やせってことか。それこそ、社員バグを20匹ぐらい、部屋に閉じ込めて、産ませまくるってことか。そんな感じなんだろうな。はい、これどうするといいんだろう。卵持ってってほしいんだけど、そういう指示。あ、これスキルか。卵をこれを運ぶ、近くの格納庫。卵を運ぶ方法ってなんだ。とりあえずここに放置してても生まれるは生まれるだろうけど、あとこっちのやつか。あれ、いなくなってない。なんか寿命が来ちゃったかな、これ。この辺にいたよね、一体ね。あと、これもな、ちょっと研究に行かないといけないんだよ。これ忘れてたな。ちょっと足場をなんとかしないとまずいよね。アトモスーツどこに投げ捨てたんだっけ、そういえば。あと、これ、アトモスーツ、ちょっと待って。これも結局、ドックなのか？こことかにやんなきゃダメ？これね。端末。ドックを、ここに置く感じ？ちょっと待って、ドック、ドック、ドック、いいのか？アトモスーツを格納し、酸素を充填します。汚染水どうやって出てくんだろう？通りかかった癖人間が着替えられるよう、アトモスーツチェックポイントの隣に建設。はい。多分内側だよね。ここで来て、ここ通ってけってことだと思うんだけど、で、これを置いて、気体入力？酸素入れろって言われてる？結構きつくない？アトモスーツドック。チェックポイントの隣に設置。電力もいる。気体入力パイプ。あとさ、その汚染水を出すっつうのは？汚染水出すってことはさ、これ、横、やっとかないとまたビチャってなるの？そんなことある？そうなのかな？なんとも言えない。変な形になってるけど、もうやっていくしかねえんだよ。しかもこれまた、タイル敷いてねえわ。とりあえずやってみよう。汚染水防止の柵です。で、ここ終わったから一回取っちゃうか、これ。まあ、実験だったんで取っちゃいます。まず一回床もつけないといけないしね。ズバッといっちゃいます。掘った。こっち塩素か。ここもちょっとミスだな。あんまりこっちもう行く必要今んとこないんだよな、あんまね。早くこれを研究したいので、行くべきはこっちだった。だからここに置いてみよう。端末？オッケーね。精錬金属足んねえわ。これだ。パイプ詰まり。ちょっと待って。パイプ詰まり？ん？あ、ここか。しまった。これか。いやー、で、ここ地面また変えないとね。
で、この先をあれにしないといけないんだ。その、工作濃厚タイルに変えたいので、スキルポイントだって。ローアンは、建設。芸術やりたかったんだ。あと、運搬やっとくじゃ。ローアンってもともとなんだっけ？まあ、オールマイティか。じゃあ、運搬やろう。で、電気と、未設定？設定が必要です。はい。配達待ち。と、機体を酸素入れろって言われてる。酸素入れろ。フィルター、フィルターもう一個か、これじゃあ。ちょっと全部出てんのが、これ。うわ、ややこしいというか、なんというか。即届けねえといけねえのか。スーツ着たまま、これとか受けれんのかな。あとさ、スーツに結局病原菌ついたら、それを落とすのって必要じゃねえのっていう気がするよね。酸素は吸えてもさ、病原菌はいなくならんでしょっていう。え、これ置いとけばさ、あれっていなくなるのかな？その腐敗病の菌も死滅するのかな？なんか腐敗病菌ってさ、ちょっとそのワンランク上の強力な、いいのか？腐敗病の説明を見たい。こいつが持ってるはず。腐敗病、モーブの、飛ばねえか。腐敗病。違うか。このレイヤーで見ればいい？汚染酸素。これだ。腐敗病。ヘドロと汚染酸素の中で増殖する。死因。酸素。液体。消毒源。漂白石で死ぬっつってるからいいのか。これ、さっきの、消毒剤って、漂白石、いいんだよね。じゃあこれ多分いいんだ。マジで？あと、酸素充填っていう話なんで、これきっついね。パイプそこ通そう。ので、いや、出てきたのこれ酸素だけだよね。ちょっと待って。変なの混じってる時ある？酸素だよね、これ。いやー、フィルターかました方がいいのかな。うわー、ややこしいな。どうするといいんだろうな。とりあえず、通風後こっちにずらす。ちょ、待って。これ、キャンセル、ちょっと待ってね。キャンセル、違う。パイプだけしか反応しないんだ、これ。キャンセル、パイプが、こうつながる？で、これを外して、センサーでうんたらかんたらってやってみようか。センサー。換気の、なんだ？遮断器。元素センサー。はい。ちょっと後で設定します。ここも一応あれか。汚染水防護柵をつけとこう。で、これが置かれて酸素が来た時にバルブを開くでいいのかな？それ以外は閉じるってなるといいんだよね、きっとね。多分これいらねえんだよ。
だから形としてはおそらくバルブ量を調節じゃなくて遮断か、これか。これがこういう感じで置いてあって、ここつなげて、で信号これか。うわー、なんとも言えねえ。酸素こっちじゃない、呼吸可能な気体の酸素が来た時グリーンが出る。でグリーンが来た時にバルブを開けるだよな。こっち行かねえかもしんねえな、このやり方だと。行くのかなこれ、わかんねえな。なんとも言えない、どういう感じだこれ。ここの1マス余計かもしんねえし、あと自動化か、これでいいのか。いや、だいたいこれ酸素だと思う。あ、いや、なんか来てんな。これ何来てんの、俺。これは塩素だっけ、この色。塩素だ。塩素いっちゃってる。違えんだよ。酸素、これわかんねえな。いや、形としてはこの位置が悪いのか。もっと手前で反応してないとダメか。ちょっと待って、これわからんな。実験ですね、実験。自動化も外そう、一回。このレイヤーか。一回カットしよう。キャンセルでいいのか。無事いね。ここに酸素を送りたいだけなんだが。で、あれか。こっちのやつをちゃんとやろう。あ、金がいっぱい落ちてんね。タイル化。動きを見ないと分かんないよね。受け取った瞬間信号が開く、信号が開く。グリーンを受け取ると開くって書いてある。どうなんだろう。機体遮断器は、あ、電気いるんだ。機体の流れを制御できるよう自動化ネットワークに接続します。はい、タイミングが多分合ってなかったと思われる。酸素が来た時だけ開けて、それ以外は迂回してもらうっていう形になればいいんだよね。テンプレな形があるんだろうけど、ちょっとわからんのでやってみるしかない。つか卵どうなった。いるなぁ。ちょっとここ運んでもらおうか。やっぱその方がいいよね。この方法しかないのかね。これ卵って設定できんだっけ。格納庫はできるか。これ置いてここにシャインマグの卵を持ってってもらって、で解体すれば卵が落ちる。でそこで孵化するといいんじゃないか。オムレツ、投げっぱなしオムレツ。お、あ、6匹になったね。石炭、これやっぱ自動化にしたいね。増えてきたんじゃない、石炭。3台目置いてもいいかもね。じゃあ、あ、でもあれか、自動のあの何だっけ、掃除機のあれに入らないのか、範囲に。かすってればいいのかね、掃除機って。掃除機どこだっけ、毎回輸送か。これの範囲にかすってればいいのかな。
ちょっと水素発電を上にずらすっていうのやってみようか。ここでいいのかな。電気ケーブルがまた問題だよね。いいのか。ここにとりあえず持っていこう。また変わるな。水素発電機を上に持ってきます。水素発電ここでいいか。で、センサー、これここかな。これがイメージ的にはここ。え、これで置けんの。あ、置けるわ。なんとも言えね。直進していっちゃいそうだよね、勢い的にさ。せっかくこっちが空いててもさ。あ、どうなのこれ。ちょっとわからんけどやってみよう。はい、機体用パイプこんな感じになるはず、予定では。どうなるかな。で、ここ置かれたらミールと農場を作るぞ。運ばれた？アトモスーツ待ちになってんの？あれ、俺着せたっけ誰かに。あった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 。あれ？持ってってくんないね。まあいいか。この下のここ掘りてんだけどな、熱いんだろうな。60度ちょっと熱いか。でも火傷はしねえぐらいかな。お茶にちょうどいいぐらいの暑さじゃないのこれ。掘っていいっすかね、もう一個ぐらい。もう一段掘ると多分この水かさが下がって研究に行けると思うんだよね。やるか。いけるんじゃね。これぐらいならいけるよ多分。頑張れ。アトモスーツはまた今度にしよう。なんだ研究。アンドオアバッファーフィルターなんじゃろね。これだよね。あ、だから色変えたいときに使うのか、挟むのか。そこそっか。ほう。フィルター、バッファー、進んでいきましょうか。あとなんか、有用そうなやつ。日光ランプ。窓タイル。浮き鉢。ほう。ん？なんで浮き鉢と吊り下げるやつあったよね。何が違うんだろう。吊り鉢と浮き鉢。ニューメディア。あれ、これも自動化なんだ。あー、上から見てっか。やってみっかこれ。ジューサー入れるものなさそうだけどね。電気電気電気。センサーに電気いるんだっけ。センサーは電気いらないんだ。で、遮断器に電気がいる。あ、遮断器 10W でいいの。こうなる。で、自動化ワイヤで、酸素が通った時だけ開くと予想しているんだが。またねと分かんねえわ。で、これが卵。シャインバグ。あれ？ 0 キロになってんな。あ、どうなった？いや、いるぞ。掃除でいいんだけど。まずいのかな、この掃除ってやっちゃう。水が足んないのか。卵産まねえな。で、水素発電動いた？やってる。よし、タイ、まだか。タイルにならねえな。
そこか。まだか。お金ねえな。アトモスーツは持ってかれねえな。掃除押さなきゃダメ？スーツ配達指示、はい。で、酸素入れて、汚染水がどう出てくるかの確認だよね。スーツの汚染水を排出します。どうすんだろう。まあ、瓶になって出てくれるんだったら、まあ、手で持ってバルブ開け使えばいいんだけど。まだかな？置かれた？自動化。よう分からんな。タイムラグがエグすぎん。ん、ちょ、ん、ん？パイプ詰まり？何が今入ってる？結局出さなきゃダメ？行かなきゃダメ？これでいいのか。とりあえず繋げなきゃダメだったか。で、水素。水素は、パイプの接続と、こんなか、またこんなか。結局ブリッジか。わかったわかった。ここブリッジだ。まあ、これはいいとして、あと電線が、太線でやんないとダメで、でここはダメなんだよね。このコンセントと重なるところはダメなんで、まあここにしようか。で、バッテリーと、スマートバッテリーとつなげればいいよね、多分。これが。ここと、いいんだよな。これで多分、はい。いいはず。で、無事動いてたらここ外してって感じだ。わかんねえな、これな。これが動いてるのに見えねえんだけど、パイプ詰まりのせい？自動化グリッドにより無効化。有効化、無効化。やっぱグリーンを受けてるとき有効化なんで、空いてるってことでいいよね、多分。緑を受けると、開く。入ってねえかな。機体入力と機体出力パイプの間に挟んで、入力出力って分かれてるけど、まあ普通のパイプの中に挟み込んで、まあ、弁をするってことだよね。シグナルを受信すると変化が生じます。はい、いや合ってるんじゃねえかな。繋がんねえとダメだ。あと電気いるのか。これアトモスーツ超大変じゃん。上そんな使ってねえか。線出してて130/250/490いけるか。電線どこはわすかだよね。またね、上通すか。これここちょっと暗くてよくわからん。タイルのとこ通すか。ちゃんとなんかお試しでなんか置くにしても、地面タイルにしておかないとやっぱダメだな、これ。また無駄な時間を使ったかもしれない。ここがなくなるのを待ってあれをやります。置いちゃっていいか。なんだっけ、輸送か。あれ、これ空中に浮く系？あ、これ設置これでいい系？ちょっと待って。
わかんない、ちょっとやってみよう。これでこれで置かれるんだったらもうちょっといろんなものが置ける。空中浮遊掃除機、どうだどうだ、いってるこれ、あ、いってんじゃない、優先してくれてんだこっちを。で酸素以外のものがたまに来るので、塩素とかね、そうするとバルブが閉まるはずなんだけど、あ、でさらにいっぱいになったらどうなるのこれ。なんとも言えねえ。なんとも言えねえ。これいいのかな、他の機体が来てくんないとわかんねえわ。隣り合わせでよかったのかな、とりあえずは。それはそれでよかったっぽいね。塩素が来ねえな。でこれはこれで来た来た来た、 O2 が、あれ結構入るんだね、 O2 酸素全然いっぱいになんないね。どのくらい入んのこれに、アトムスーツに。酸素のありませんだって。え、ちょっと漏れてないそれ。だんだん溜まってくんじゃねえかと思ったんだけど、いくつぐらい入んのこれ酸素。とりあえずマックスまで充填しないと怖いよね。待ってましょうこれは。じゃあこの奥やってくんないな、なんかね。置かれた、あ、これいいんだ。だとすると土を入れる箱とかが下がいいのか。分けた方がいいよね、あの収穫したやつを入れるやつと冷蔵庫がいいの。ミールウッドってここに入れてる、ミールウッド。あれライスローフだっけ、なんだっけ名前。ミールウッド、ミールライス、ミールライス。ライスローフってなんだっけ。いや、このライスローフとミールライスか。ちょっとすげえ混乱してる。ミールライスを冷蔵庫いる？いるんだろうな。まあ、ここだよね。土の格納庫とライスウッド、なんだっけ名前がややこしくてわかんねえわ。ミールウッド。そんなに一気に悪くなるもんかな。上限値って決められるのかな。これって多分土って設定したら20トン分土入っちゃいそうだよね。だからそれを保管するための格納庫か食料保存庫。これ使う？少量の食料格納します。でも普通にここに入ってたよね。あー違うか、冷蔵庫か。ミールウッドってこれに入んないんだよね。食用入んない、ちょっとそうだよね。うわここにするか。こうしてみようか。え、で、どうするといいんだ、これ。範囲は範囲なんだけど。お、これ、どうするといいんだ？ミールウッドって、2マスでいいのかな、これ。まず、ここか。この3マスを、濃厚タイルに。で、2マスでいいとすると、これ、違う、うわかんねえな。あ、しかもあれか、タイル置いちゃうとどうみちこいつはあれか、
遮蔽物として認識するから、考えてたのがここにタイルとか置いて2階建てにしようと思ってたんだけど、まあ、こんな風にしてこれ多分ダメなんだよね。やっぱ上下逆さましかないんだ。だからこの位置1個下げよう。やっぱりでいいのかな。いやー、これはこうだよね。下げるか、いいのか、これで酸素を充填。あ、そっか、何も言わなくてもこうなるんだ。これを置いた時点でこの先は生身で行くなよっていう指示になるのかっていうことか。着替えてる。待ち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 、あれは病原菌。あ、行ってねえから分かんねえのか。